ディスカッション2や、A イビレッジアルハリーリーの、マカーマートの差し絵。による、細密がアルハリーリーは、ムスリムの学者、詩人、著作家。本名は、ムハンマドアルカーシムイブニアリー。中世イスラーム世界で生まれた文学ジャンルのマカーマを、体制した業績で知られる。北アラブのラビーア族の血筋で、バスラに生まれ育つ。 バスラ派の言語学やシャーフィー学派の方学を学び、言語学、詩に才能を見せるようになる。ハリーリーは、絹に関係した人を意味するため、絹商人か絹織物詩などに関係する家系と見られるが、あるハリーリー自身は、バスラ郊外に所有していた農場の収益で、生活しつつ、初期官や学者をして暮らしたとされる。ハマザーニーが始めた。 マカーマに影響を受けて、自身も1101年頃からマカーマを創作し始め、1110年頃、マカーマートとして完成させた。バグダードに送られた著作は、次第に人気を集め、やがて広く、名を知られるようになってからは、遠く、アンダルスから、弟子入りに来る者もいたほどだった。外見には、恵まれず、試作にふけると髭を引き抜く癖があったと伝えられる。 マカーマート以外の著書として、アラビア語の文法研究である、潜水婦の真珠や、詩集、書簡集などがある。イスラム世界を放浪する、アブーザイドなる人物が己の弁才を持って、著書,書で語りを働く様を、バスラ出身の教養人、ハーリスが目撃し語る、形の物語50編からなる。二人の人物は架空だが、アブーザイドについては、 エデッサ白国に近いサルージュ出身地で侵略により流浪の身となったと語られているため、アルハリーリーの同時代の出来事であった十字軍侵略が背景になっていると考えられている。アブーザイドの語りは、筋説教や裁判、文化人の会合等様々な場面で展開され、それに応じて題目は、道徳やイスラム法、死や文法等多岐にわたりながら、 巧みに目的を達成する様子が各編で生き生きと描写されている。序述は全文が基本的にさ重体と呼ばれる一種の因文で書かれ、さらに習字や言葉遊び、文字遊び、難解な単語を駆使し、イスラム世界の古事、ことわざを多く織り混ぜた極めて完成度の高いものとされている。このため、古来多くの注釈書が書かれてきた。ある。 ホリーとヘルプスワブジドツーリトリーブヒズストールンキャメルイラストレーションフォーザ27スマカマートフロムーマニュースクリプトインザボドレアンライブラリーオックスフォード挿絵はアルハリーリの存命中にはなく13世紀以降の写本に見られるもので現在までに11種類の挿絵付きの写本が知られているその中で最初期かつ最も広く知られているのは十三世紀のヤヒャ イブン・マムードあるワシチの手になるものである。翻訳は、ヘブライ語やトルコ語等の中東の諸言語ではすでに13、14世紀頃から存在しているが、欧州の言語では、模倣作は早くも13世紀にアンダルスに出現したものの知られている。最初のものは17世紀のラテン語訳である。近現代以降の欧米では、以下を、 はじめ数多くの観光本が存在する。ありがとうございます。